はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、今更かよっていう話なんですけど、エクスペリア1の話になるんですが、エクスペリア1のケースをね紹介したいと思います。まあ紹介っていうか、やっと最近買ったんですよもう結構エクスペリア1買ってから、まあ2週間ぐらいかな、そのぐらい経ったと思うんですけども、未だにね、これ今エクスペリア1裸で使ってるということで、まあそろそろケースも買おうかなと思って、ちょっとアマゾンで注文したんですね。そのケースが届きましたので、一応2個今回買いました。なので今回はエクスペリア1の私が買ったケースをちょっと紹介して、実際に装着をしてみた感じとか、その辺を紹介していこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということで、エクスペリア1、もう見た目がね、ほんと裸の状態がすごいかっこいいんですよ。何回もね、お見せしてますけども、このキラキラ感とかね、この色味のね、濃いパープルの感じがすごいかっこいいんですよね。この光沢感とか。っていう感じで、あんまりこのエクスペリア1の外観を損ねるようなケースにはしないようにしました。ということで、今回ね、2つ買ったんですけど、実はね、2つとも透明のケースになります。なんで2つとも透明なんだよって話なんですけど、一応役割が違うんですよ。で、1個買ったのが柔らかい素材のケースで、もう1個が硬い素材のケースです。その時によって変わるかなと思うんですけども、ちょっと気分によって一応変えれるようにね、2種類買いました。で、エクスペリア1のケースって、結構純正のめっちゃいいケースが出てるんですよね。そう、スタイルカバータッチっていうケースがあるんですけど、ちょっとそれはね、今すっごい人気で、手に入れることが今できない状態だったので、ちょっと今回とりあえず普通に安く売ってて、Amazon でもめっちゃ売れてて評価が高かったものを2個買ってみました。じゃあまずは、とりあえず買ったものを開封して装着してみようと思います。で、今回買ったのはこの2つですね。両方とも同じメーカーですね。別にメーカーにこだわって買ったりしたわけではないんですけども、安くてそこそこ評価が高くて結構売れてるケースだったと思います。ケース、モバイルケースって書いてますね。もう直でそのまんまって感じですね。ちょっとじゃあ開けていきましょう。じゃあまず小さい袋の方から。大丈夫だよね、袋のサイズ違うけど、実は違うエクスペリアとかじゃないよね。大丈夫だよね。はい、まず1つ目、こっち硬い方のケースですね。まあまあ普通に使いやすそうですね。ちょっととりあえずこっちはめてみようかな。でもちろん透明なんでね、このデザインが損なわれることがないケースですね。あ、すごいしっかりパシッとはまった感じですね。結構思ったよりもケースは厚みがありますね。でもその分衝撃とかには強そうっていう印象ですね。ちょっとゴム感があるね。でもやっぱりケースをするとこの指紋認証は押しやすくなりますね。まあここにこういう感じでちょうど穴が開いてるんで、指紋認証は多分しやすくなると思います。でボタン類はちゃんと押しやすいようにね、この辺、ちょっとポコッと出てますね。で持った感じ結構ね、握りのグリップが良くなるかも。これ落としにくくなるかもしれないですね。まあまあまあ、これ確か1000円しないぐらいだったらめっちゃ安いやつなんですけど、まあ悪くはないって感じかな。でしっかりマイクとスピーカーと USB Type-C の ところには、穴が開いているので、この辺はしっかり、そのまま使えますという感じです。でちょっと指紋がね、やっぱり目立つね。まあ Xperia 1はそのままの状態でも指紋は目立つんですけど、ちょっとこうやっぱこういう透明ケースは指紋が目立ちがちですね。よし、じゃあもう一個のケースも開けてみたいと思います。ちょっと袋が謎にね、こっちの方が大きいんですけど、何が違うんだろう。よっ、あ、こっちはすごい柔らかい。もう、よいしょ。もうペラペラですね。どっちがいいかな。でもこっちの方がなんとなく見た目が薄いように、見えますね。すごい、想像以上に、これ見て、これペラペラなんですけど、まあ実際スマホに装着する分には、これでも問題ないと思います。ちょっと、じゃあ付け替えてみようかな。じゃあまずこっちのケースの取り外しやすさとかも、あ、取り外しやすいわ。でこっちも硬いって言ったんですけど、結構これ曲がりますね。そんなガチガチのプラスチックっていう感じじゃなくて、ちょっと曲がる素材っていう感じですね。でこの辺とかもちょっと柔らかいです。だけどこっちの方がさらに、ね、圧倒的に柔らかいですね。こんな曲がるケース見たことないんだけど、大丈夫これ。
よし、じゃあちょっとこれもつけてみようかな。あー、こっちの方が、薄いですね。まあ柔らかいので薄いとは思うんですけど、こっちの方がね、エクスペリア1の外観を損ねない感じがしますね。うん、ちょっとさっきのこっちのケース、耐久度とかはこっちの方が高そうなんですけど、ちょっとね、分厚いです。なのでちょっと不格好に若干なってるかなという印象があったんですけど、こっちの薄い方のケースはこれね、グリップ感も全然しっかり、あるし大丈夫だし、エクスペリア1のスマートさがそのままケースをつけても活かせてるっていう感じがして、うん、これ気に入りました。こっちの方がいいんじゃないかな。まあとりあえず2個買ってみて、まあ多分ね、私もこっちの方が気に入っちゃったんで、こっちを使うことが多くなると思うんですけど、まあ一応予備ってことで、まあこれが傷ついたり、使えなくなったらこっち使うっていう感じでいこうかな。そんな感じで。で、こっちの方もよく見ていくと、ちゃんとね、同じように、指紋認証のところにはしっかり穴があって、ボタン類のところは押しやすいように加工されていて、で、反対がなしですね。で、上にも、スピーカーがあるんですけど、穴が開いてます。上にもね、これマイクがあるんですけど、穴が開いてます。で、カメラのところもしっかり切り込みがこう入ってます。で、下のところも USB Type-C の端子とマイクとスピーカー全部ね、しっかり穴が開いてます。なんで、まあこれで、このまま使えますよと。うん、デザインね、どうだろう、こっちの方が私はまあいいかなと思うんですけど。じゃあ一応これね、もう見るからに取り外しやすそうなんですけど、ちょっと取り外してみよう。あー、もう最高ですね、最高ですね。簡単にペリペリ剥がれます。うん、なんでまあケース取り替えるときとかもすごい非常にやりやすいと思います。よし。うん、つけやすい。もうケースの脱着でスマホとか傷ついてたら意味ないんでね。私昔結構やっちゃうんですけど、なんか金属とかでなんか結構めんどくさいケースってあるんですよ。装着するときに一時ネジ巻いたりしないといけないケースとかもあるんですけど、あれだとね、私結構スマホに傷つけちゃうこともよくあるので、まあ普通にね、装着するだけでスマホを傷つけること絶対ないし、これやったら、まあ、そういう面でも安心だと思います。まあ価格は確かこっちも1000円以下、非常に安いやつだったと思うので、まあとりあえず最初のケースとしてはありなんじゃないでしょうか。うん、ちょっと一応ね、私が買ったものと同じもの、エクスペリア1のこのケースね、概要欄に貼っておきたいと思います。で、今ね、私気になってるケースがあるんですよ。で、それ何かっていうと、ソニーの純正のケースが、もう出ているんですけども、スタイルカバータッチっていうケースが出てるんですよ。で、それがね、すごいイケてるんですよね。で、今スマホのケースってこういった普通の背面を守るタイプのケースと手帳型のケースってあるじゃないですか。で、手帳型のケースってこの背面守ってくれるのと、あとパタンと閉じて、ディスプレイ側も普段落としたりした時守ってくれるやつですね。開いたら手帳みたいになるケースがあるんですけど、で、そのエクスペリア1にも純正の、手帳型のケースが出てます。で、それめっちゃイケてるの、何イケてんのかって、今回のソニーのスタイルカバータッチって蓋を閉じてる状態でも操作できるんですよ。これがやばい。確かに私、ギャラクシーの昔、ノート8の頃に、そういうケース買ったんですけど、まあ、それは、操作はそんなできないというか、まあ、ただ時計が見えたりとか、通知が見えたりとか、そういうケースだったんですけど、今回のエクスペリアのスタイルカバータッチは、蓋を閉じてる状態でも、ディスプレイがそのまま見えて、さらに操作もできるらしいんですよ。だから、蓋開けなくても操作できるし、まあ、開けたら、まあ、より可視性が高くなって見やすくなるしって感じだと思います。めっちゃこれね、かっこいいよね。で、あと手帳型のケースって、こう横で置けるスタンドにもなったりするんですよ。これなるのかな。で、結構色もいろいろあって、パープルがあるんですよね。で、せっかく今回私これエクスペリアンパープルなので、パープルのスタイルカバータッチが欲しいかなとか思ってますね。うん、で、ちょっとネットで見たんだけど、今売り切れてたんで、すぐに手に入る感じじゃなかったんですよね。確かね、9月上旬頃、入荷予定みたいな書いてたんで、ちょっとそれきついなと思いつつ、まあね、パープル手に入るようだったらまあ手に入れて、もしね、スタイルカバータッチ手に入ったら、まあそれも紹介しようかなと思うんですけど、どうしよう、今度ソニーストアとかもちょっと見てみようかな。ネットで結構手に入りづらい時って、意外と店舗で手に入ったりっていう可能性もあるかもしれないので、ちょっとお店の方とかでね、スタイルカバータッチを見つけたら、また別で紹介しようかなと思います。
はい、ということで今回はエクスペリア1の、ケースね、紹介してきました。まあ、すっごい柔らかいタイプのケースと、ちょっと曲がるけど、厚みのあるケース、両方ともね、透明のケース買ってみました。まあ、せっかくエクスペリア1そのものがかっこいいので、背面が見えるタイプのケースね、買ってみました。ケースまた何か追加で買ったりしたらまた紹介しようかなと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。